はい。えっ、ー、と、こんにちは。えっ、ー、と、それでは発表を始めたいと思います。えっ、ー、とですね。私の今日の発表のタイトルは、Why is b u i l d i n g the Ruby Environment h a r d ということで、えっ、ー、とですね、Ruby のビルドはなんでこんなにも大変なのかという話を、事例を交えながらお話ししたいと思います。はい。えっ、ー、と、私の自己紹介です。えっ、ー、と、柴田博史と言います。えっ、ー、と、HSVT という4文字のニックネームで、えっ、ー、と、Twitter とか GitHub で活動していて、 えっと、仕事ではですね、GMO ペパボという会社の執行役員 VPOE 技術部長をやっています。で一番下のはあの私のサイトです。で、まあ、仕事は、まあ、部長、マネージャーをやってるんですけれども、まあ、Ruby の方では私は何をやっておるのかという話です,け話です。えっ、ー、と、RubyGems、Bandler、Psych、j s o n その他いろいろいっぱい。 の、えっ、ー、と、Ruby のライブラリのメンテナーをしています。あとはですね、デベロップメントプラットフォームと書いたんですけど、の、えっ、ー、と、管理者兼開発者みたいな形で、えっ、ー、と、コードを保存する場所であるとか、あとはウェブサイトですね。あの、w w w r b l a ラン o r g とか、あとはメールサーバーとかのお盛りをしています。あとは GitHub の Rubyorg の管理者でもあるので、 そこの権限管理とか、えっ、ー、と、そうですね、リポジトリを作りたいとか、まあ、あの、コントリビューターを招待したいとか、まあ、そういった部分の対応とかをしています。まあ、上質さんですよね。で、あとは、レッドマインも、あの、Ruby は持っているので、レッドマインの、えっ、ー、と、整備もしたり、あとは GitHub Actions に代表されるような CI をいっぱい、えっ、ー、と、面倒を見たりしています。Ruby の CI すごいいっぱいあって、あの、ARM の環境とか、まあ、そういったもののいろいろ手配とかもしたりしています。 で、あとは、RBM 部っていう Ruby バージョンのスイッチャーがあるんですけど、まあ、そちらの方の開発もしていて、まあ、Ruby ビルドに来た、えー、っとそうですね、まあ、パッチとか報告を見て、まあ、その何が丸いのかみたいな話を回答したり、あとは、昨日、おとといかな、プレビュー2が、3.2のプレビュー2が出ましたけど、まあ、それが出たらその変更をマージしてリリースするみたいな作業とかもしています。はい、手広くやっております。 で、ここから日本語のスライドになりますと。英語のスライドは後日作成して公開するかもしれません。はい。で、僕はですね、RubyGems とか r u b y u i l d のメンテナンスしている関係で、環境構築と呼ばれる領域分野については非常に詳しいと自負しています。で 一方でですね、他の人々を見ると、まあ、社内なり、いろいろあるんですけど、を見ると、環境構築って別にそんなに簡単な話でもないっていうのに、去年ぐらいから気づき始めていて、で、まあ、新しいプロジェクトを始めましょうとか、新しいあのプロジェクトを移動しましょうみたいな時に、まあ、環境構築してくださいみたいなのは皆さんよく、あの、聞いたり、自分もやったり、他の人に言ったりすると思うんですけど、で、それを見てるとですね、まあ、半日くらいは大体みんなかかっていて、 人によっては、まあなんか3日ぐらいかかったりしているみたいなこともまあよくあることだなと思っています。で、まあ結構自分には簡単なんだけど他の人にとっては簡単じゃないことっていうのは実は特技っていうのを話を聞いて、お、これは自分の特技だということでもうこれは特技ですっていうふうに言い張るようにしています。で、僕はまあ環境構築のマニアなんで、えー、っとですね、最近1、2年ぐらいの Ruby の、Ruby にまつわるビルドエラーの話題をですね、まあ今日は 可能な時間内ギリギリまでご紹介して、まあ今日ホールに来ていただいた方がですね、ああ、このエラーはあの発表で聞いたあの話みたいになって、こう、1時間が3分ぐらいになれば儲けものだなと思って、この話をしていこうと思います。で、はい。まずは Ruby。Ruby 本体のビルドエラーの話をします。ええー、とですね、まず一つ目。まあどんどん行くんですけど、 ルビー、えっ、ー、と、ルビーがですね、ウブンツの22.04 Jammy でビルドできない。これは本当に多いんですよ、最近。えっ、ー、とですね、これはなぜかというと、えっ、ー、と、ウブンの Jammy では、あの、OpenSSL のバージョン3.0だけが提供されるようになったから、Ruby がビルドできないで。それはどういうことっていうと、えっ、ー、とですね、これちょっと紛らわしいんですけど、Ruby の OpenSSL ライブラリ。あの、Ruby スラッシュ OpenSSL。Open は、そうですね。現状、あの、Ruby 3.1に付属している OpenSS ライブラリは OpenSSL 3.0でビルドをすることができる。あ、OpenSSL 3.0をビルドすることができる。OpenSSL 3.0を使っ、つんとなんだ。えー、っと、OpenSSL 3.0でもビルドできるか。そうですね。はい。だけど、Ruby 2.7や3.0、 ルビー3.0に付属している Ruby の OpenSS ライブラリは OpenSSL3.0 ではビルドすることができないので Ubuntu 22.0ではビルドすることができないというようななんか依存関係になっています。でですね、Ubuntu は昔からコンパチブルライブラリという形で例えば OpenSSL1.1 が Ubuntu の最新バージョンだった時も OpenSSL0.9.7 とか 0.9.8とかを提供してきたんですよ、これまでは。だから、僕は、Ubuntu 22.04でも、こう、古い OpenSSL のコンパチライブラリーあるだろうと思ったら、ないんですよ。一切ない。ので、もう、Ubuntu 22.04以降は、OpenSSL 3.0でもう、気合を入れて進むしかない、だなってことを、今年の春ぐらいに知って、ああ、そうなのか、というふうには気持ちになりました。まあ、詳細はこのバグスのとこを見てもらえばいいんですけど、でですね、 じゃあ、我々はどうすればいいのか。まあ、Ruby 2.7とか3.0使いますよね。皆さんも。なので、えっとですね、Ruby Build では、その、自分が使おうとしている Ruby がビルドで、をビルドできる適当な OpenSSL のバージョンを、えっと、持ってきて、それをビルドしてそれを使うように、えっと、機能を追加をしました。で、もともとはですね、この OpenSSL をビルドするっていう機能は、あの、MacOS の に付属しているリブレ SSL っていうのがあって、で、まあ、それは、あの、ちょっと機能が、Mac、まッあの、アップルによって拡張されていて、Ruby ではちょっと適当じゃないんですね。で、まあ、そのための機能を、えっ、ー、と、変更、機能拡張して、まあ、適当な OpenSSL をビルドできるようになった。これは、あの、コミッターの西山さんが、えっ、ー、と、ベースを作って、えっ、ー、と、マージされています。なので、Ruby ビルドを使えば、Linux のどんな Ubuntu のバージョンでも、えっ、ー、と、2七とか3.0がビルドできる。 っていうような状態になってます。で、まあ、根本問題としては、その Ruby 2.7や3.0に OpenSSL 3.0を使えるようなコードをバックポートすればいいじゃんっていう話なんですけど、その結構ですね、変更点が多くて、機能追加もあるわけです。で、Ruby の2.7と3.0はもう安定版のメンテナンスフェーズなので、その機能追加とか機能変更のコードをこうマージできない、マージはしたくないっていうのがまあ、ベースにあるわけですね。 なので、こう、どうしたもんかな、というような状態で、現在は停滞中。なので、こう、何か、誰かが強い気持ちを持って、前に進めないと、まあ、この問題は解決しない。で、まあ、この影響で、ヘロクの、まあ、あの、22スタックが、もう今、あるんですけど、そのヘロクの22スタックは、Ruby 3.1しかないんですよ。だから、あ、なんかヘロクのスタックアップデートしようと思って、Ruby 2.7とか3.0のプロジェクトがヘロクのスタックをアップデートすると、 ルビーないよって言われて何もできない。なので、まあ皆さんはヘロクのアップデートをしたければ、まずルビー3.1以降を使うように、あの、お手元のソフトウェアを直していただいて、その後にヘロクのスタックをアップデートするっていうような手順を踏む必要があります。まあ今年はね、まだ出たばっかりなのでいいと思うんですけど、多分2年後ぐらいにこれはまずいっていうような状態であると思うので、まあお手元のルビーは今から対応していくといいんじゃないかなと思います。 で、次はですね、ちょっと古い Ruby がビルドできないっていう話で、Ruby2.6 が MacOS でビルドできないっていう問題があります。で、Ruby2.6、まあ、や2.5はもうメンテナンスは一応あの公式には終了しているんですが、まあ、いろいろな理由により手元の Rails、えー、アプリケーションが Ruby2.6 であるということは、まあ、たぶんにあることだと思います。で、そういったときにですね、MacOS の、なんですか、モントレーとか、ビッグサーとかで、 こう、Ruby 2.6をビルドしようと思ってビルドしたら、なんかエラーみたいな形でエラーが出る。で、まあこういうエラーですね。で、まあよくよくエラーメッセージを見ると、この Implicit Function Declaration っていうのがポイントです。で、これはあの、えっ、ー、と、これは Fiddle というライブラリのエラーなんですけど、まあ Fiddle 以外でもよく起きる問題です。で、この Implicit Function Declaration っていうのは何なのかっていうと、その未定義の関数を なん呼び出そうとしたときに、コンパイラーの方でエラーとして弾くという、まあちゃんとしたリントというか、まあそういう公務のチェックの機能なんですね。まあ、それはそうっていう感じで、まあ、未定義のものをなんか変な使い方で呼び出したはいかんということです。で、これはですね、あの、MacOS の、あの、X コードのツールチェインがある時期から勝手な人んくらいだったと思うんですけど、からこれを明確にエラーとして落とすように変わったんですね。で、変わったことで、それにちゃんと 対応していない C のコードがバンバン落ちる。ビルドエラーで得る。えっと、コンパイルエラーで落ちる。というような状態になっています。で、まあ、じゃあフィドル直します直せばいいじゃないか。直しましょう。それはそうだっていう話なんですけど、まあ、Ruby の2.6と2.5のメンテナーさんも終了しているので、まあ、この直したとしても、直したコードが含まれている Ruby の2.6や2.5がリ,リースされることはない。ないので、自分でパッチを当ててビルドするか諦める。 の自宅。まあ、それはあんまりなので、もうちょっとなんとかしたいという人には、えっ、ー、とですね、このエラーをエラーにしないという、そのコンフィグの設定があります。で、これを RubyBuild なり何なりに加わせて、No Error Implicit っていうのを入れると、まあ、とりあえず別にエラーは出ないので、ビルドすることができる。あともう一個は、これはあの、フィドル内部のすごい話なんですけど、この UseFFI Closure Lock っていう、 定数を宣言した上でコンパイルを通すと、まあ、ここもあの中部ですね、その未定義の関数を呼んでいる部分を分岐をこう、違う方に飛んで、まあ、とりあえず未定義ではなくなるので、えっ、ー、と、エラーが起きないっていうような形で回避することができます。ただこの解決策 B と C は、ただエラーが出ないっていうだけで、動くかどうかはわからない。ので、あくまでもま、自己責任でお使いくださいというような内容になっています。 まあもしどうしてもその、あとはフィドルを使ってるかどうかっていう話もあるんですよね。だから自分の手元では手元なりアプリケーションがまあフィドルは使っていないっていう確信があったり使ってないだろうっていうところではまあ B なり C なりの手段を使ってまあ適当にうまいことやって逃げて。 ビルドして、まあ、アプリケーションを動かせばいいですし、まあ、ちょっとそこまで自信がないっていう方とか、まあ、明確に使っておいるっていう人は、2.7や3.0向けの、そのフィドルの変更を、なんか自分でうまいことパッチをマージしてビルドするといいんじゃないかなと思います。はい。で、次は、えっ、ー、とですね、これは未来の話なんですけど、えっ、ー、と、MacOS の13.0ベンチュラでビルドができない。まあ、これは多分、世界で踏んでるのは3人ぐらいしかいないと思うんですけど、 えっとですね、来月頃にリリースされる予定の MacOS13.0 Venture っていうのがあります。多分10月、11月かもしれませんけど。で、そのバージョンではですね、あらゆるバージョンの Ruby が完全にビルドできないっていう予算になっていて、<laughs> えっと、あ、でも、ちょっと試してないんですけど、ロ,ロゼッタ通常の X86 ならビルドできるかもしれませんけど、まあ僕は、 ロジェットは使ってないんで、まあ、ネイティブの ARM64 のアーキテクチャではまあビルドできないんですね。Undefined Symbols for Architecture ARM64。うん、わからない。全くわからないっていう感じで。えっとですね、これは本当になんか全然わかんなくて、えっと、コミッターの中にこんな感じでまるでビルドできないんだけど、中田さんわかりますかみたいな形で中田さんに聞いて、こういろいろデバッグを繰り返してました。 でもそれでもなんかわからんなーみたいな話をしていて、で、そしたらですね、あの、家庭さんが、あの、LLVM にすごい詳しい家庭さんがですね、1日目のキーノートで発表したが、多分これじゃないですかねみたいな形で、なぜかこの LLVM のコンパイラーの方の機能変更で多分この辺だと思いますっていう形でパッチを作ってくれました。で、まあ、バンドルローダーってものを使うらしいです。ちょっと詳細は、 あのここではちょっと説明しきれないですし、まあ、気になる方は家庭さんに直接聞いた方がいいと思うので聞いてください。で、まあ、とにかくなんか、コンパイラコンパイルをして、まあ、それらをバイナリーとして作る、あの生成する過程の、まあ、そのツールチェインの仕組みが大幅に変わったそうです。Apple の方で。で、なので、えー、3.2はビルドできます。で、3.1から2.7はじゃあどうするかというと、まあ その3点に向けに入れたパッチをですね、あの2.7から3.1にも、あのパッチを適用できるように、えっと僕が手パッチをこねこね切り張りして、えっと作りました。3.1はこの前マージされました。なので、えっと3.1がベンチュラより前にリリース、3.1.3がリリースされれば、まあベンチュラ上でも3.1.3はまあ動く、ビルドできて動くでしょうと。 で、2.7と3.0も、まあ、マージは別にすればいいだけの話なので、多分大丈夫そう。なんですが、1個ですね、なんかテストが乾燥しないんですよ。で、この、テストプロセスの中にあるフォーク関連のテストで、なんか固まる、スタックするんですね。で、これは、まあ、なんか、これもなんか全然わかんなくて、僕はあんまり詳しくないので。で、とりあえず、いろいろ調べたら、 ここにあるような長い環境変数をイエスとするとテストが通る。まるでわからない <laughs>。なので、とりあえずこれを設定すればテストは動くんですけど、まあそもそも原理を理解してないものをとりあえずエラーが出なくなったからええー、やろみたいな感じでサービスに突入すると絶対死ぬので、まあちょっとやめた方がいいんじゃないかなと思います。で、まあこれちょっと継続調査をしているところです。ちょっと時間をとって。 まあ僕も、もう手探りなので、各種、あの、詳しい人の手助けを借りながらやっていきたいと思います。まあなので、結論としてはですね、あの、ここの会場にいる皆様がすごいラッキーで、ベンチュラーにアップデートするのはちょっと待った方がいいということです。<laughs> もしくは、あの、踏み抜いて、俺が解決するぞっていう人は、ベンチュラーにアップデートしてもいいんですけど、まあちょっとリリースされても待った方がいいんじゃないかなと思います。 で、次、Ruby の話はここまでで、次はちょっと Gem をインストールしようと思ったらビルドができない、エラーが出るという話に行きます。で、MySQL2 がビルドできない問題があります。MySQL2 ビルドできない問題を踏んだことある方は挙手をしていただいても大丈夫ですかああ、いっぱいいますね。ありがとうございます。僕もなんですよ。で、<laughs> えっと、ま マイスケールがビルド2がビルドできない問題は、まあ、いくつか複数の問題が、あの、混ざり合っていて、で、一つ目は、あの、マイスケール H が見つかりませんっていうのがよくあるパターンで、これは、あの、マイスケールコンフィグを、えっ、ー、と、マイスケール2のジェムが探して、まあ、そのマイスケールコンフィグを元に、マイスケールの必要なライブラリとかヘッダーを、えっ、ー、と、いい感じに設定してビルドを行うというものなんですけど、えっ、ー、とですね、これが、ま、見つからないことがあると。 え、特にあの、M1 の Mac を使っている方は、ホームブリューがあの、スラオプトホームブリューに入るので、まあ、そこは標準ではあの、パス、検索パスの中に入ってないんですね。検索パスの中に入ってないから見つからなくて、なんかライブラリがないっぽいみたいな形で死んでしまうと。なので、まあ、MySQL に関しては MySQL コンフィグの話なんですけど、まあ、他のライブラリでも確か SQLite とかはそうだったと思います。 とか、似たような、こう、ヘッダが見つかりませんみたいなものは、えっ、ー、と、その、ソフトウェア特有のコンフィグ、パスの指定の仕方か、PKG コンフィグというソフトウェアがあるんですけど、その PKG コンフィグのパスの指定で解決することがあるかもしれないので、まあ、この辺のキーワードを組み合わせて探すと解決するんじゃないかなと思います。で、まあ、パスは見つかって、今度はですね、進めていくと最後に、えっ、ー、と、マイスケールの場合はこう、 ハイフン LSSL というライブラリがないですっていうふうに言われることがあるんですね。これが多分一番多いと思うんですけど、これ何かというと、まあ、SSL、まあ、リブレ SSL なりオープン SSL が見つかりませんっていうエラーになってます。で ちょっと新しい MySQL だと、ZSTD という圧縮ライブラリも見つかりませんっていうことがあって、まあ、見つからないのか、みたいな形ですね。で、これを解決するためには、えっとですね、今回はちょっと RubyGems の話だけなんですけど、GemInstall の最後にですね、このの後ろに、あの、コンパイルするときにオプションを渡せるので、その --LD フラグとか、えっと CP フラグ、 すとか、まあ、こういった形でフラグを明示して、まあ、この場所にライブラリとか、あの、OpenSSL ライブラリとか、ZSTD のライブラリがあるよっていうのを明示すると、まあ、見つけることができるようになるっていう話ですね。で、これはですね、あの、MySQL コンフィグのやつとはちょっと原因が違っていて、で、これはちょっと、口頭でも文章に書いてでも説明するのがちょっと難しいんですけど、えっとですね、 ホームブリューでインストールした MySQL のバイナリはホームブリューの OpenSSL を使ってビルドをされている、されています。で、だけど Ruby をビルドした時の OpenSSL がホームブリューでのものであるとは限らないわけです。 あの、最初の方に説明した通り、OpenSSL、例えば、適当なバージョンが見つからなかったら自分でビルドしますっていうお話をしたと思うんですけど、まあ自分でビルドした OpenSSL もあり得るわけですね。そうしたときに、その Ruby は自分がビルドされた OpenSSL の場所は知っているんですね。だけど、これから使おうとしている MySQL クライアントのバイナリが使っている SSL の場所は見つけることができないんですよ。Ruby からは。 で、中田さんに聞いても、それは無理なんじゃないかな、みたいな、ご回答をもらっていて、まあ、ここで、こう、プン e n s s l のライブラリが不一致になるので、まあ、見つけられないっていう問題があるわけです。非常に難しい。それを知ってるのは、インストールした自分だけ、みたいな感じです。なので、自分が、どのライブラリと、どの場所にあるものを使っているのかっていうのを把握して指定する必要がある。で、まあ、いろいろあるんですけど、 最近のコードを見たらですね、MySQL2 の0.5.4では、ホームブリューのパスの下をちゃんといい感じに検索して、SSL とか ZSTD を指定するようになってました。なってたので、もし手元のマシンで、なんか MySQL2 をプロジェクトで入れなきゃダメだけど、死んだみたいな時は、0.5.4にとりあえずアップデートしてみるっていうのをおすすめ。現在はおすすめしています。で、次はバンドルズ M がビルドできない。はい。 で、Ruby 3.1で、えっ、ー、と、まあ、これまで発表でもいっぱいあったと思いますけど、デバッグジェムと RBS ジェムというものがあって、で、それは C の拡張なんですね。で、まあ、それを Ruby のインストールと同時にインストールするっていう処理が入っていて、まあ、あった方が便利なんでみんなで使いましょうっていう形ですね。で、あるんですけど、なんかこう Ruby をインストールすると、こうデバッグでインストールエラーが出る。RBS でビルドエラーが出るみたいな報告が、こうちらほらある。 僕が見つけて、で、なんでだって調べていくんですけど、僕が手を出せる環境では全部インストールできるんですよ。あの、Windows も Linux も MacOS も、あの、Linux も複数持ってる、あるんですけど、全部でインストールできる。Ruby Build でもエラーがないんですよ。だけど、なので、なんか全然わかんなくて、これは。で、まぁ、あ、一つ、こう、なんでこんなことが起きているのかっていうとですね、Ruby Gems の Gem Install とか Bundle Install とかってやつは、 その、すでにインストールされている Ruby はありますという想定で C の拡張をビルドするんですね。だけど、その、Ruby をインストールする途中で、その C の拡張をビインストールしますっていうものは、インストール前の Ruby が、インストール後の Ruby を想定してビルドするっていう、こう、すごいなんか、よくわからない仕組みを中田さんが作ってくれて、その仕組みの上でインストールしてます。 なので、なんかその過程で、こう何か、何か、人によってはインストールできない何かが起きて、こう、インストールできないんですけど、みたいな、こういう報告があるのかなと思っています。で、もう全然わからないので、回避策は現状ないんですけど、えっと、ただ、その、デバッグとか RBS とかみたいなジムは、後からでもインストールできるんですね。後からでもインストールできるので、その、別に RBS インストールできませんでした。 ルビーはインストールできました。終わりって言って別に終わりにして、で、g e m インストール、r b s って打ってくださいっても別にユーザーとしてはこと足りるわけです。なので、まあなんかそういった仕組みをつく入れたりした方がいいんじゃないかなという、こう、計画はあります。で、あとはまた未来の話で、今度は3.2で起こりそうなビルドエラーの話。で、y g i t がラストで書き換えられました。すごい。し。 早くなるらしいので使いたいですよね。で、これをどうすれば使えるかという話をします。で、YGIT を使うためには、EnableYGIT というオプションをつけてビルドをします。で、その上で r ス s t c というラストのコンパイラーをお手元のマシンに入れてもらう必要があります。で、えっ、ー、と、まあ、Mac でも Linux でも Windows でもいいんですけど、まあ、手元はそれでいいですよね。でも YGIT を使いたいのって、 サービスが動いてるプロダクションのサーバーじゃないですか。だから、プロダクションのサーバー、まあ、プロダクションのサーバーで Ruby をビルドする方はいないとは思うんですけど、その、プロダクションに、こう、デプロイする前のアセットをコンパイルする環境にも、まあ、ラスト C を入れないと、まあ、ダメなわけです。Linux なら Linux の、その、適当なラスト C を入れなきゃいけないし、まあ、コンテナでやってるならコンテナにもラスト C を入れた上で Ruby のバイナリをビルドして、そのバイナリを本番サーバーに、まあ、デプロイ。 転送するという感じですね。まあ、あとはそれを含めた Docker イメージを作って、まあ、イメージを打って、えっ、ー、と、Ruby を動かす。まあ、どちらでもいいです。で、バージョンがじ、あの、1.58.1以上というのが現状の、えっ、ーと,えー、と、ラスト、えっと、ラスト i z ットのリクワイアメントになっています。で、Ubuntu の僕調べたんですけど、Ubuntu の20.04、22.04のアップ i インストールラスト t c ってやると、1.59がインストールされるので、 まあ何も考えないでアプト、アップとゲットインストールラスト C ってやれば、まあ大体のケースでは解決できると思っています。ただ、まあ皆さんの環境はまあ人の数だけ環境があると思うので、例えばセントスロックでラスト C 使いたいとかみたいな時は、なんかこう、セントスロックにラスト。 とってアプで、アプじゃないや、DNF とかやむであるのかな <laughs> みたいなところからスタートして、まあ、その適当なラストのバージョンを探して、まあ、インストールしないといけないでしょうと。あとは、もう一個はもう未来に向けては、こう、Shopify のチームが、ラスト1.60以降にしますっていうふうに、バーンってなると、お、u n t u 22.04じゃビルドできないぞみたいになっちゃうわけですよね。でその時は、こう、自分でラストアップとかを使ってラストを入れなきゃいけなくなる。 未来は、まあ、あるので、まあ、この辺の、なんていうんですかね、GCC のバージョンとかも、あの、CRuby のチームは、あの、どこまでのバージョンをサポートするかみたいなのを結構気にして頑張ってはいるんですけど、まあ、結構そこの部分に YGIT を使っていくぞってなった場合には、こう、ラスト C のライフサイクルやバージョンの、この範囲もちょっと考えていかなきゃいけないのかなと思っています。で、幸いにしてですね、Ruby Build というものがあって、 ここにですね、ラストシーが入っていれば、勝手に YZ を有効にするという便利な機能が、Shopify チームによって入れられたので、まあ皆さんの手元や、えっ、ー、とそうですね、まあプロダクションの環境とかでは、Ruby Build をもし使っていれば、ラストシーさえ入れれば、もう YZ 対応ソフトウェアっていう形で、えっ、ー、と動かせるので、ぜひ Ruby Build もお使いこいただけるといいのかなと思います。で、ちょっと時間がギリギリなので、 これはサラサラっと言って、まあ、あ i ブ y a m l とか、あの、libffi と呼ばれるようなソースコードが、えっ、ー、と、えっ、ー、と、ライブラリがあって、で、そのライブラリが使えない環境、ライブラリを簡単にビルドできない環境向けにソースコードを今までバンドルしてたんですけど、まあ、そのソースコードを削除するというのを3.2以降では行いました。なのでエラーが出る場合は、まあ、入れてくださいっていう話ですね。はい。まあ、メンテが大変なので、やめました。 という感じです。で、まとめの話ですけど、まあビルドエラーいっぱいあって、まあ僕は好きで勝手にやってるんですけど、えっ、ー、と、まあ結構何もしてないのに壊れたみたいな、こう何もしてないんだけどビルドできないみたいな話はよくあることだと思っていて、まあそうなんですが、えっ、ー、とですね、ソフトウェアを動かす環境っていうのは自分は変わってないつもりでも周りが勝手に変わってるし、 変わらざるを得ないみたいなことは、あの、現在のソフトウェアではあると思っていて、まあ OS はミドルウェア、ハードウェア、まあ M1 出ると早いから使いたいとか、OS がアップデートしたら iPhone をカメラに使えるからベンチュラーにしたいとか、まあいっぱいあると思うんですけど、まあそういった機能的な追加から、あとはまあ J 弱性が見つかったんで Windows アップデートしてくださいとか、まあそういったものからは、まあコンピューターを使っている以上はちょっと逃れないなともう諦めていて、 で、まあそういったいろんな条件やものの中でソフトウェアがこうすごい複雑に絡み合ってる中でなんとかこうレールズが動いてあのサービスが動いてお金が儲かるみたいな形で今僕らは頑張っているんでまあ何もしてないのに壊れたからもう何もしないから壊れる何もしてないと壊れるっていうふうにもう発想転換して常に何かをしていくっていうのが必要なのかなと思っていますで、まあ じゃあ皆さん全員が何かをし続けるのがいいのかどうかっていうのは僕はなんかよくわからない。まあ皆さんがそれが好きならやればいいと思いますけど、まあ別に楽しくないと思う人もいるでしょうし、プロダクションのコードをバンバン書きたいんだっていう人は書いた方がいいと思います。なので、まあもし興味がある人がいたら、まあ OS とかライブラリの新しいバージョン、特にメジャーバージョンは美味しいんですけど、メジャーバージョンが出た時になんか Ruby をビルドするともうエラーばっかみたいな。 ラッキーっていう感じで、まあ、いろいろもぐもぐすると、こう先行者知見を貯めることができて楽しい。で、で、まあ、とはいえですね、まあ、なんか、Mac 使っている人が Windows や Linux の新しい機能というか新しいバージョンをひたすら、こう試し続けるのも限界があると思うので、まあ、とりあえず自分の手元にあるものを、手元にある環境で Ruby をビルドする。Ruby を動かす。 で、なんか、何も自分は何もしてないつもりなのに動かないって時は、あの、レッドマインとか GitHub のそういうソフトウェアのリポジトリで、こういうとこで動かしたんだけど動かないですっていう風に報告するのも、まあ、立派な OSS へのこうコントリビューションの一つだと思ってるんですね。なので、まあ、どんどん報告すればいいし、まあ、明確に何かして壊れた時ももちろん報告した方がいいと思ってます。で、ただ、こう、再現ケースがないとこにふわっとなんか Windows で実行したら壊れましたって言われてもなんかよくわからないので、 まあ、GitHub だとちょっとなーみたいな時は、まあ、RubyJP とか、地域 Meetup とか、この Ruby 会議みたいなところで、なんか Windows11 にしたらこれが動かないんですけど、なんかどうなんですかねみたいな話を Windows 使ってそうな人に聞くとか、まあそういった形で Ruby をやって盛り上げていくといいのかなと思います。で、まとめ、最後のまとめです。で、まあ、Ruby は、これ確か RubyWorldConference で松本さんが言ってたと思うんですけど、Ruby はサメのように踊る泳ぎ続けないといけない、変化し続ける言語なんだ。 ということで、まあ、機能追加もですけど、まあ、Ruby が動く環境にもこうのの適用するという作業をやっていかなきゃいかんと。で、えー、とまあ僕とか n o とかここに書いてあるような方と一緒にまあ今頑張っているというところです。まあ、ぜひ会場に来て,みな来ていただいた皆さんや Ruby 使っている人みんなで、まあ、Ruby をこれからも使っていけるように開発を一緒にやっていけたらなと思って、えー、と発表を終わりたいと思います。ありがとうございます。